熊の生態に詳しく、渚町の現場に以前行ったこともあるという信州大学農学部の泉山重幸教授は、今回の事故はいくつかの条件が重なって発生した可能性を指摘します。動物っていうのはね、そういう小さな尾根とかそういうところをこうね、尾根を越えてこう移動したりするっていうね、こう習性があるんですよね。ですから、あの場所自体がこうちょうどこう動物の通りやすい場所、通路になってるっていうことは一つあります。また男性はジョギング中に襲われたとみられますが、クマには走る相手を追いかける習性があるといいます。たまたま鉢合わせをした不良の遭遇による事故である可能性が強いというふうに思います。クマは6月から8月にかけてオスが交尾の相手を求めて盛んに歩き回っていて、泉山教授はどこの山で遭遇しても不思議ではないと注意を呼びかけています。近づかないで後ずさりしてその場を立ち去る、で大声を出したりとか刺激をしないでね、熊の方も怖いんでね、後ずさりしてその場を立ち、後ずさりして見えないところまで行って反対側に逃げていくっていうことですかね、人間の方がね。